水と塗装の3000系西鉄特急は西日本鉄道が天神大牟田線で運行している特急列車の通称。本校では西鉄特急の歴史と外況などについて記述する。電車特急としては九州で最も歴史が古い。福岡市、筑紫野市、久留米市、柳川市、大牟田市など福岡県西南部の主要都市を結んでいる。 特別料金を徴収しておらず、西鉄天神大牟田線の看板的存在である。西鉄天神大牟田線と並行する鹿児島本線とは、旧日本国有鉄道時代から国鉄分割民営化を経て、現在に至るまで競合関係にある。鹿児島本線が主に長距離輸送を担ってきた中、西鉄は福岡県内での都市間輸送において優位性を保ってきた。 1983年のスピードアップの際には、博多駅大牟田駅を走る国鉄の特急列車、有明よりも所要時間が短くなったが、1986年の国鉄ダイヤ改正で、有明がスピードアップし、再び所要時間が逆転し、これ以降は、運賃の安さで対抗することとなった。ただし、2011年の九州新幹線全線、開業により、 有りあけを含めた鹿児島本線の特急列車が深夜の下り及び朝夕の通勤時間帯を除いて全廃された。さらに2018年のダイヤ改正で博多駅方面から荒尾駅まで直通運転する快速列車が大幅に削減されたため所要時間、運賃の両面で西鉄特急が優位に立っている状況である。全列車が福岡大牟田間の通し、 運転となっており、区間運転はない。区間運転の場合、特急と停車駅が同じであっても、回収別を設けて運転されている。は、後から加えられた、停車駅。西鉄福岡駅役員駅大橋駅、西鉄二日、市駅西鉄久留米駅花畑駅、大前寺駅西鉄柳川駅新坂江町駅、大牟田駅停車駅が増えた背景としては、拠点駅の混雑感は、 乗り換え対応がある。このたま年2月に、久留米市城島町で開催される、城島酒蔵開きに合わせて、水間駅に一部の列車が、臨時停車する。西鉄の前身の九州鉄道では、1939年7月1日に、福岡大牟田間を全通させた後、同年11月1日から福岡久留米間を38分、福岡大牟田間を78分で走行する。 急行の運行を開始した。この急行は、戦時中に一時休止され、戦後の1946年10月1日に復活したが、福岡大牟田間の所要時間は90分に伸びている。1950年代に入ると、戦後の復興も終わり、高度経済成長期に突入しようとしていた。西鉄は、1957年に、 輸送力増強5カ年計画を発表。列車の長編成化や伏線化などに加え、高速化も重要なテーマとして挙げられていた。このような中、最高速度の時速90キロメートルへの引き上げを機に、それまで福岡大牟田間に運行していた急行を格上げし、特急の運転を開始した。1961年、国鉄鹿児島本線の文字工久留米間電化に対抗して、 輸送力増強3カ年計画が実施され、特急が増発された。5000系3000系1000系2000系8000系。運行開始以来、座席配置をクロスシート主体とした車両を中心とした運用となっている。朝夕ラッシュ時及び日中の数本はロングシートの通勤系車両が特急に使用されているほか、ゴールデンウィーク、盆正月などの多客機、 あるいは3000型が検査、故障などで工場に入場中の場合、ダイソーとしてロングシートの通勤型車両が使用されることもある。主なもののみ記す。7000系、7050型はダイヤの乱れ等による特別な事情がない限り、使用されることはない。通勤系車両特急系車両、西鉄電車情報。ありがとうございます。